いや疲れた。いくら劇として活動するようになったからってあんな堅苦しい家ぐるみの挨拶とかする必要ある？もう肩凝っちゃって限界。めぐりくんの挨拶は堂々としていて素晴らしかったと思うよ。坂柴の名を背負って立つにふさわしかったね。ヤクモさんがそれ言います？ヤクモさんだってアウェーなのにすごいご立派に挨拶してたじゃないですか。さすがは九条家って感じでしたよ。二人とも新年にふさわしい素晴らしい挨拶だったと思う。一番頑張ってたのは朔也くんかもしれないなって思ったけどね。ほら、劇としての挨拶も社人としての裏方の作業もあったでしょ。確かに朔ちゃんが座って休んでるとことか年末年始見なかったかも。それについては問題ない。俺は鍛えているからな。出た、朔ちゃんの筋トレ万能説。普段の鍛錬の成果が出ているのは素晴らしいね。いろいろ助けられたよ。特に八雲さんは相模の国と遠江の国の違いに戸惑われたでしょうから。確かに相模とうちじゃ結構違うよね。そうだね。相模の国はもう少し静かというか粛々と挨拶をするのだけれど、こちらはもっと派手というかお祭り的な感覚が強いね。地元の三囃子たちが楽しめるようになっているというのは素敵だなと思ったよ。関心の獲得にもつながるだろうし。押村区は、そう、ここに僕の大好きな弟であるひーちゃんがいないことだね。それを抜きにしたら遠江の国の新年も素晴らしいものなのに。うちはなかなか凝ったことやりますけど、さすがに弟さんは用意できませんからね。そうですね。そこは辛抱していただかないと。せっかく素敵なチームメイトに恵まれたんだもの。これ以上望むべくはないよ。そうだ、さくちゃん、今までは外向きの用事でバタバタしてただろうけどさ、ちょっと余裕出てきたでしょ。ここらで一丁出店巡りでもしようよ。出店か。確かにお前は昔から祭りが好きだったからな。それも悪くないけど、出店を巡るんじゃなくて過去の舞車の再現をした展示を見に行くのはどうかな。三島衆の結成を記念しての特別展示なんだよね。見に行かなくていいのかな。へえ、そんなのやってるんですね。そうなんだよ、朔也くんが教えてくれたんだ。へえ、朔ちゃんが教えてあげたんだ。確かにそうだが、っていうか、え、さくちゃんは出店より舞車なの？そんなのただの再現模型じゃん。模型といえば模型かもしれないけれど、過去の舞かなずに思いを馳せることはできるよね、さくやくん。まず最初に出店を巡り、食事を済ませてから舞車の展示を見に行きましょう。展示は17時までやっているはずですし、あらかじめ申し入れておけばそれより遅くなっても問題はないはずです。3人の要望を叶えましょう。僕は構わないよ。まあ俺もそれでいいかな。